年ブッチャーに優勝をさらわれました。そのメンツにかけても今ゴングが鳴りました。接続したいジャイアント馬場であります。30分一本勝負、今ゴングが鳴るところであります。最初からセレモニー抜きでブルーラモスがジャイアント馬場に襲いかかりました。ジャイアント馬場選手にとりましては優勝を狙うためには絶対取りこぼしができない相手であります。ブルーラモス戦であります。竹山さん、この試合に馬場選手負けますと優勝決定戦に進出は絶対的にできなくなりますね。そうですね。あと馬場選手は大熊元志、そして高木明久との2試合が残されております。この試合を含めて3試合、ブルーラモス戦は何としても勝たなければいけません。ジャイアント馬場であります。全部勝ち星を収めたとして20点ですからね。気合が入っております。記録充実しております。世界が誇るジャイアント馬場であります。2m6cm、 145kg のジャイアント馬場、ブルーラモスは 196cm、 149kg であります。両者合わせると300kg がこのリング上で肉弾が入っております。ジャイアント馬場に猛点チョップ、パンチ攻撃、ボクサー出身流血大衆長のブルーラモスのパンチ、スローモーながらゆっくりと押したパンチを行います。ブルーラモスであります。ノーテンチョップがいきます。ウェルボーを打ちます。パンチパンチ、ブルーラモス、ジャイアント馬場執念のその勝利を握りたいところであります。意地を見せます。ジャイアント馬場フォークショルダーアタック、これは149kg の巨体であります。かなり効いております。ジャイアント馬場ダメージがあった模様であります。フォーキック、ブルーラモスも気合が入っております。馬場選手の心配される左膝の靭帯ですけれども、はい、先週の仙台大会あたりからほぼ治ったという情報です。そうですか。しかしその後ジャンボ鶴田と試合をやってますからね、はい、かなり左足も狙われてましたね。さあショルダースルーを見せました。倉持アナウンサーが言う通り、左膝の靭帯はほぼ復通り治っているということであります。これは非常に明るい材料であります。ジャイアント馬場、さあ今度はフックロープに上がりますか。フックロープに上がります。気合が入っているジャイアント馬場、フォールのストンピング、16番のストンピングが落ちました。さあフォールの体勢だ、カウント2、3、決まった。